皆さんこんにちは、 SEK の柏です。今急いで線引いてますけども、ここですね、6619ダブルスコープ5番狙っていきたいと思います。6月29日ですが、今日この後ですね、1時から価値株のトレード報告会があるので、それまでに終わらせたいなと思っていますが、まあ来てくれればいいなというところで見ております。ぜひですね、この動画参考になったという方はですね、チャンネル登録、グッドボタンお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、今線引いたところですね。前場じゃない、ごめんなさい、5番。3分足1本目の高値上抜けという形で狙っていきます。で、この時の条件ですけれども、オーバーアンダー、しっかり見ていきます。アンダーの方が70万株超えてまして、オーバーが60万株少々ということで、状態もいいということで、今のこのままで、上抜けてくるのであれば狙えると、そういう形で見ております。すっと来てですね、まあ、あと30分後にはですね、生配信というかセミナーになってしまいますので、早めに来て、早めに終わりたいというような感じで今見ております。ささささっと来てくれればいいんですが、いかがでしょうか。でちなみに価格ですが、1本目の高値、2204円ですから、そこ抜けたらということで、今2203円。来ますかね。すぐ来てくれたら嬉しいんですが、というところで、どうでしょうかね。4円、5円、はい、来ました。ここですね。ここから入っていきます。まあ、板も厚いので、そんなに困るような銘柄ではないかなというふうに見ております。で、ここから、できれば早く行ってほしいんですが、どうでしょうかということで、まあ、上抜け直後なので、上下にちょっとこう、ぶらされるっていうんでしょうかね。そこは特に気にせず、しっかりこの3分、まあ、特に僕3分結構見るケースが多いので、まあ、その3分の足の確定っていうのは、一本がちゃんと終わると。で、次の足が出る。この一本の確定が、どこまでどういう形で出るかっていうのをしっかり、把握しながら、見ていきながら、どこで手締まいしようか、もしくはダメだったらすぐロスカットするとか、そういう判断をしていくというふうに普段、考えております。で、今まだこの入った足ですね。入った足確定しておりませんので、これはこのまま、まあ、どうなっていくかを見ていくと。前回というか、先日、月曜日ですかね。同じチャンネルで小山さんのトレード動画上がっておりますので、ぜひそちらもですね、参考にしていただきたいんですけれども、基本的にはですね、同じ考え方をしておりまして、エントリーしました。で、エントリーした後に、どうやって手締まいしようかというふうに考えていきます。で、手締まいするときの、カードですね。小山さんの動画すごくわかりやすくてですね、いろんなカードがポンポンポンと出てきたんですけども、この動画は申し訳ございませんが、私の声だけで、お送りをさせていただければと思うんですけれども、どういったカードをこう、出していくのか、選択していくのかっていうのは常に考えています。で、今まだ、これ入ったばっかりですので、どうしようかなっていうところではあるんです。いや、ただこれ今伸びましたので、こう伸びてきて、次どうしようかをここで考えていきます。で、今、これですね、ここ、これ前日の高値ですね。前日の高値なんですけれども、ここ一旦目標にしてます。まあ、ここ一旦、ここまで一回行ったらちょっと押されるかなっていう感覚がするので、まずはここを利確の目標ですね。で、時間帯でめちゃくちゃ早く行けばもうそこで終わっちゃいますし、まあ、その13時からの配信の兼ね合いもあるので、もしかしたら、部分利確で伸ばせるようであれば伸ばしたいですし、そうでなければ、時間的にそうでなければ、まあこの付近で全部切っちゃってもいいのかなっていうふうに今は見てます。で、下ですね。上の一旦の目標はそこまでを見ておりまして、下に関しては、今次の足出ましたので、エントリーのロウソク足、今だからこの、今ちょっと黒い陰線ですけども、その左にある陽線、これの安値。終わったらちょっと嫌なので、そこは見ております。そこ終わったらちょっとすぐ逃げようかなっていうところですかね。まあなのでその場合は、トントンよりむしろロスカットになりますけども、エントリー上って一
ックはちょっとまだ見るには早いかなっていうふうに感じてるので、まあ、というのも、その、オーバーアンダーの状態もいいですし、まあ、銘柄としての勢いもあるというふうには感じているので、そんな判断をしております。さあ、どうでしょう。これがね、スッサッサッと伸びてくれると、非常に気持ちがいいんですが、どうでしょうか。うん。オーバーアンダーもしっかり、オーバーの方がどんどん減ってきていると。状況としては、すごくいい形で続いてきているということですよね。で、この2220円付近にあるこの、まあ、気持ち大きい板を、あ、超えましたね。消化しましたね。うん。こういう形になってくれるとすごく持ちやすいですね。しっかり伸びてくれるんではないかなというふうに現段階では見ております。まあ、このいかに我慢するかというか、この流れが出てるうちはしっかり我慢するというところのこの心の葛藤ですよね。まあ、どうしてもこのすぐ確定したくなる、確保したいっていうのの戦いはしっかり見ていった方がいいのかなと。形が変わらなければ保持ということがいいんではないかなと個人的には思っております。こういうところもこの動きだけにとらわれずに全体として把握すると。まだ途中ですからね、ロウソク足も確定前の。今確定、次の足。ここですね、ここで、これ、一本前の安値割れで、逃げていくと。まあ、割れたらですね。割れたら逃げていきます。勢いついてくれると助かるんですが、どうでしょう。まあ、この辺はゆっくり見ながら。勢いついて2、3、4本ポンポンポンと言ってくれれば、あ、非常にいいんですが、まあ、オーバーアンダーの状態はいいので、そこは信じていいのかなっていうふうには思ってますけれども、こういう時のね、保持のメンタルっていうのが一番、まあ、一番というわけでもないですけども、まあ、しんどいといえばしんどいし、まあ、嬉しいしんどさっていうんでしょうかね。まあ、ただこれ、ここ割ったら、今線引いたところですね。ここ割ったら、いずれにしても利益確定ですので、まあ負けはないということであれば、まあ、ある意味気は楽かなというところですね。なるべく早く今目標にしているこの2250円どころまで行ってくれれば、まあ、何も文句はないというようなトレードでしょうかね。抜けて伸びてほしいですが、
いいですね、伸びてきてます。で次の足と、で次の足出ましたので、ここでももう切り上げていきます。まだ終わってないです。ギリギリですね。これ下ひげで行ってくれたらいいですね。今のはギリギリかかってないので手締まりにはなってませんが、あれで手締まりになることもよくありますからね。まあそれはそれでもちろん問題はないんですけども、こういう下ひげつけることもよくあるので、まあそこは機械的にやっていくのがいいのかなと。決めたところで来ちゃったら手締まりだし、かからなければ伸ばすしと。あ、いいですね。下ひげ陽性になってきてますね。これで強く伸びてくれれば文句はなしと。無事トレード報告会前にトレードが終わりそうな感じですね。ここですね。もう、まあ、時間も時間なのでトレード報告会ありますので、先ほどの線より若干下、まあ、板がというかですね、まあ、板見てもちょっと今2250円どころある程度あるので、もうその手前で全部来たら、そこまで来たら全部確定しちゃっていいかなと思うので、若干手締まり価格は下げて、まあ、目標価格ですかね、目標価格を下げてここまで来たら全部撤退というところで見ていきたいと思います。はいはい、伸びてください。まあ40円超えましたね。4748あたりで、もう全部逃げちゃっていきたいと思います。来ましたね。はい、はい、OK です。終了です。はい、ということでですね、無事トレード報告会前に、終わったということで、今と書いてますが、ここで終わりということです。で、線消しますかね。わかりにくいですからね。はい。はい、こういうことでした。まあ、解説はお話をさせていただいた通り、まあ、かなりルールに沿ったトレードだったかなと思いますので、まあ、一番基本的なものの一つということで、前回小山さんが挙げていただいたスナイパー投手ほどはちょっと違う、いわゆるこれはどちらかというと前場の寄り、後場の寄りということで、スラストアップになりますので、またちょっと違ったトレードだということでご認識いただければと思います。この動画が、ね、参考になったという方はまた繰り返しになりますが、チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いいたします。お待ちしております。またご不明なことがありましたら、概要欄に私どもの問い合わせ先載せておりますので、そちらから問い合わせいただければご回答させていただきます。今回のトレード解説動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。